今ね、もうそろそろですか、北京オリンピックが、ね、始まりますけど、日本はね、どれだけメダルを取れるのかななんて思ったりしてるんですけど、羽生結弦さんのね、ちょっと記事で僕、ちょっと前の記事か。で、ちょっとドキッとしたのがあって、ちょっとそれ見ようかなと思ってるんですけど、何回も死のうとしたっていうね、ちょっとうつ状態だった時期があるんだなっていうのがね、あって、男子フィギュアの羽生結弦が、週刊誌報道によって死を考えたことがあることを明かした。それは僕知らなかったんですけどね、もう多分ファンの間では有名だったのかもしれないですけどね。昭和に、2018年のことか、2018年そういうことを言ったんですね。今が3年4年ぐらい前ですかね。だから前のオリンピックのあたりってことですか。羽生結弦さんが言った言うことには、一時期週刊誌の問題とかいろいろあった時、なんで僕生きてるんだろうって何回も死のうとしました。でもね、やっぱりみんなこうやっていっぱい応援してくれているし、何よりも僕が幸せなのは、自分が憧れている方々がみんな自分のステージをくれて、ゆずは大丈夫だよってコメントをくれて本当にありがたかったし、スケートをやっててよかった、本当に今は生きててよかったなって思います。だからそれぐらい追い詰められてたね。でコメントでも、羽生さんが死にたいと思ったというカミングアウトは衝撃的でした。同時に滑っていっただけでも叩かれると傷ついてもいました。羽生くんってメンタル強い方だと私は思っているんだけど、そんな人でも死にたいって考えるなんてどれだけ辛かったんだろうとすごく考えさせられた。あの羽生さんが死のうとしたって、死にたいって思ったんじゃなくて死のうとしたって、羽生さん生きててくれてありがとうとかね、そういうコメントが来てるんですよね。で、荻物は何、羽生結弦さんのファンなんですか。昨日の羽生くんの武蔵野の森総合スポーツプラザ最後のトーク、荻物が激しいショックを受け涙がと、そのことについて悩んでいるんで気づかなかった自分自身が情けないです。何もせずただ怪我の一日の早い回復とオリンピックで最高のパフォーマンスだけを祈っていただけの荻物。羽生結弦くんの連覇と意味とその命の重さに今改めて身を正しくしたくなりますと。荻物ファンなんですね、羽生さんのね。じゃあ何で死にたいのかって思ったあれなんですけど、2016年のことなんですね、その苦しんでいたのはね。2016年、一部の週刊誌報道で羽生結弦と同級生の A 子さんの結婚に関する記事が掲載されました。別の週刊誌の取材に答えた A 子さんの父親によると、記者はいきなり彼女に向かって羽生さんの子供を中絶したんですよねと聞いてきたのだとか。その後、羽生選手は会見できっぱりと否定し、決定的な証拠も出てこなかったのですが、記事で取り上げられた A 子さんは身元がバレてしまい、通っていた大学には知らない人間から電話がかかってくるなど、そんな事態に発展したと。彼女は玄関のドアを開けるのも怖くなるほど人間不信に陥ったようです。当時、羽生選手は自分が注目されることで関係のない同級生に迷惑をかけてしまったことに、心を痛めていた。まあそうでしょうね。オリンピック選手と同級生というだけで日常生活が送られなくなった A 子さんは気の毒というほかならない。現在は平穏な生活を送っていることを願うばかりだってことね。それで思い詰めてね、死のうかと思ったと、自殺を考えたってことですね。でもね、ね、こんなにね、なんですかね、怪我をしたりとかね、また前人未到の記録じゃないですか。今回あれですね、金メダルまた取ったら4回目でしたっけ。まあ、とにかくすごい人ですよね。もう間違いなくフィギュアの中では歴史に残る一番の人じゃないですか。もう歴史上一番のすごい人ですよ、羽生結弦さんっていうのは。ね、そういう人をね、追い詰めるようなね、ことはね、週刊誌はやんないでほしいなと思うしね。気持ちよく滑ってもらってね、また金メダルを取ることをね、心待ちにしてる日本の方。まあ日本だけじゃないですか。もう世界中にファンがいますからね。それをね、期待に応えていただけるように、ね、変な記事は書かないでほしいなと思ったりいたします。まあ、そんな感じですね、では。